いいですね。いいのかな。おはようございます。おはようございます。そう、先週ですね、の方にこの黒松が、大量入荷しまして、今売り出し中の盆栽級ファミリーのアイロンかかってますね。まだおろしたてですね。初等価です。初等価ね。で、三島さんがね、いい黒松入ったよって言うんで、見たらここら辺なんかすごいんですね。うん、この根毛がね、根毛がすごい。こんなやつとか、あとこれも面白いんですよね。目利きですからね。目利き。で、畳み込みはね、なんか一緒にやりましょうかって話になって、で、私も購入しまして、今日はですね、私があの YouTube で畳み込みやると真似したんだけど枯れちゃったとか、そうですね。ね、なんか広間さんズルしてんじゃないかとか、なんかいうあるんで、一緒にやってですね、やれればあのこうすればできるんだよっていうところを一緒にね体験してもらって、それをお伝えしようというところですね。はい、三島さんからはやってみて疑問に思うこととかを広間さんに質問していただく。ああ、そうですね。わかりました。そうですね。こういうふうにどうしようかとかね、どんどん聞いていきたいと思います。お願いします。はい。はい、じゃちょっと離れましょうか。はい。じゃあちょっと近かった。ちょっとね、まず根を少し掃除するんですけど、三島さんのやつは、ここら辺にいっぱいこう土があるんですけど、こういう細かい根ってこう枯れやすいんで、少し残しておいた方がいいんですね。あんまり、そうそう、あんまり綺麗にしちゃうと根が乾いて枯れちゃうんで、むしろ落とさないんですね。落とさないでですね、ここは私の方は少しちょっと苔になっちゃってるのと、ちょっと汚いんで、少しだけ取りますね。少しだけですね。ブラシとかでもいいんですか？え？ブラシとかで。ああ、そうですね。中の苔は取らない方がいいんですか？そうですね。逆に根をね、つけといた方がいいぐらい。あ、根じゃない、ごめんなさい。水苔を。なるほど。これ、松ぼっくりなんですよ、これ。見てください、ほら。どこ？この中。松ぼっくりなの。あ、中に松ぼっくり入ってる、ね、ほらほらとか言ってすいません。本当だ、ね、野趣あふれるというか、なんかどうやって作ったんだろうね。ちょっとそういうのも知りたいですよ ね、 感じですね。これ含めてなんかね、景色になってるかなっていう、生徒ほっぽろかして。そうですよ。今日もいっぱいあの昼間先輩にあのどんどん質問投げかけていきたいなと思いますので、盆栽級だけに、盆栽級だけにプレッシャーしたい感じですね。身内ですからね。ざっくりですけど、少し落としましたぐらいで、はいはい、最初にやるのはですね、まずこれ、目切りするかどうかなんですけど、今年ね、畳み込んだ上に目切りっていうのは本当は厳しいんですけど、多分こんだけの曲がついてるんで、それほど大きな畳み込みはやらなくても大丈夫だろうと、はい、で一応目切りをする想定でですね、この大きな芽の懐の葉っぱは少し残して、はい、ただしこう枝分かれになっているところ、これは落としていくと。で、あとちっちゃい芽がもしあればですけど、あ、でも枝になってますね。ここ芽切りするんで、この下のこの葉っぱ取っとかなきゃいけないですね。はいはい、なんでこういうところとか、あともうちょっと上まで切ってもいいですけど、こういうところ少し残すってことですね。少し残してですね。はい。で、一回ちょっと整理しましょうか。葉っぱを切る。葉っぱを切るですね。まずは葉っぱを切るっていうことですね。もう切っちゃいますね。葉っぱを少し残して、まあ、減らすってことですね。そうですね。1ミリぐらい残っても構わない。1ミリ残っている、うん、残ったやつはそのまま枯れてポロポロ取れますんで、あえて残さなくても、残ってもいいぐらいの。前回五葉松やった時のね、あの三島さんのリアクションがね、いいじゃないですか。これはさっきの、これがちょっとカメラ意識しちゃった。これいつもよりリアクションが 1.5 倍ぐらい。いや、これこれが今やったやつ。これはいいですね。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。これ鉢に入れたのぜひ見たい。そうですね。今度ね。いや、いい、いい、いい。すみません。あ、曲げたやつでした。いや、あれ良かったですよね。いいですよ。あれもうちょっと、もうちょっといいリアクションできたんじゃないかという、ちょっと心残りですけど、リアクション芸人、今日はちょっともう少し、リアクション芸人としては、もうちょっとね、いいリアクションしたいなと思いましたね、やっぱり、自分でやりながら、感動できるかどうかですね。なかなかね、自分をああやって映像で見るってないですからね。そうですね。なんか言われたりしました？いや、特にないですね。自分で見て、え、こんななんだっていう、ちょっとショック。ショック。あの声とかね。そしたらね、葉っぱはね、取りました。はい、で、ちっちゃいこういう芽はね、そのまま残してますけども、これなんで、あとは芽切りするだけですね。こっちがですね、枝がちょっと多くて、まずこの枯れ枝を2つ取りましょうか。
この枯れ枝、元からで。そうですね、枯れ枝見えましたかね。見えてないです。見えてない枯れ枝です。枯れ枝が。これいきま、はい、うん。元から。元から。はい。こっちかな。ああ、ありましたね、はいはいはい。ここですね。はい、これ。これいきます。はい。ここが、枝がちょっと集中しちゃってるんですね、この辺が、うん。どれを抜くかって言った時に、一つはこの上と、このこことこの二股を考えたら、ちょうどその間からこれが出てるんですね。この枝とこの枝の枝分かれの間に、まあ枝集中してるんですけど、これが完全に V の字の間に入っちゃってるのと、芽が元気ないっていうんで、これまず取りましょうか。はい、じゃあ行きます。はい、こんな感じです。こんな感じですね。はい、これを二股にするからってことですね。そうですね、この枝とこの枝を二股にするから、うん、でまだ近いんで、これが近いし貫抜きなんですけど、うん、いいのはこっちの方が位置的にはいいんですね、うん、外側なんで、うん、でこれはまあここに近いですからね、うん、なんだけどもう元気がいい芽なんで、とりあえず今の段階では無理しないで置いとくと。置いとく、はい、全体的にこう、ね、葉の量が多いですか。まだ、うん、あもう大体でもこんな感じで、はいはい。この古い葉を抜くのは、うん、針金掛けどっちかっていうと、そうですね、ですよね。針金掛けをしやすいためにやってるっていうことですね。見切りしますか。これなんかもう倒れちゃうんで、はい、ただ、本当は曲げるのと一緒にやんない方がいいですよと、はい、いうことと、あとちょっと、まだ6月、今日18ですか。18なんでね、ちょっと早いですけどね、うん、早いよということで、少し、うん、残して、切るにしましょうかね。と軸をですね、2、3mm 残して、2、3mm 残す、はい、2、3mm 残して、うん、枯れるまでのタイムラグ、ね、タイムラグですね。で、短いやつは少し短めで、で長いのは長く残す、長く残して、うん、で枯れる時間をコントロールする。そうですね、ああ下入れちゃったから切っちゃえ。三島さんの方も見切り、やっていただいて。いいですか、じゃあ見切りします。はい、はい、少し残してですね、長いのは、はい、この辺で。そうですね、はい、そんな感じですね。短いのは下から少し。そうですね、はい、はい、なんだかんだ言っても、例えばこれからプツプツって出てくるんで。なるほど、うん、ここは長いですね。ここはね、ちょっと長いやつですね。どうでしょう、こんな形で。はいはいはい、はい、いいと思います、はい、そしたらいよいよ針金掛けですね、はい、2本ぐらいかけた方がいいんで、この深さとこれの 1.5 倍ぐらい。どうですかね、この辺ですかね。はい、はいはい、大体の構想を考えます、うん、はい、あの右巻き左巻きがあるんで、この場合はまあここがこう後ろから返って、こっちは前に来てるんで、イメージとしてはいいとこがこの辺の変化がこう面白いかなって。で、良くないのがここはちょっとまっすぐですよね、うんうん、そうするとそこら辺を隠したいんで、これを潰しながらさらにこれを前にこう持ってきて、うん、ただやっぱり根は見せたいんで、最後このこっち向くんじゃなくてこっち向かせたいんですね、これをね、うん、こう下ろしながらもこの先端は最後こっちへ持ってきたいというところですね。そうですね、これもね、こんだけ曲がってるんで、はい、まあ、ね、根芸から言うとこちらの方が少し面白いんで、うん、こちら正面はこちらでいいですと。潰していくような感じですかね。そうですね、こう単調なんですね、こうキッキッキッとね、うん、だからこれを頂点に、これをやっぱりこう下げていくような形で下の方へ持っていくような感じですかね。ちょっとやってみてまた正面変わるかもしれないですけど、はい、はい、針金かけてちょっとおろそこまでやりましょうか、はい、やっぱりこう角に当てたいんで、まずここに当てたいっていうところから逆算して刺しますね。そしてで、根のところはやんわり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 、はい、あまりきつく根のところは巻かない、はい、そうですね。で、これはここ行って最後ここに入ってくるよというところを予測して、この辺はやんわりやんわりで、こういう書き方になってきますね、うん、はいはい、曲げる角に、曲げる角に針金を、はいはい、というところですね、当てていく、はい、というところで、はい、はい、やってみましょう。わかりました。ちょっとできるかなできる、いやいやいやまず裏が、まあ、根のところっていっぱいあるんですけど、そうですね、これは、こっち回転なんで、はい、半時計回りでいいと思います、はい、元はこっちからですね、うん、そうですね、まあ、この辺り刺して、はいはい、結構動いちゃってるんですね。あ、そうですね、根がね、うん、で下の方は曲げないんで、はい、でここに根があるんで、はい、ここに根がありますからね、はいはい、だからこの際あたりでいいと思います、入ってくるの。あ、入ってくるの、ね、ってことはこのあたりから入った方がいいですよね。そうですね、
じゃあ刺しましたと、はいはいはい、こうやんわりですね。そうですね、やんわりですね。でここから入ってきて、はいはいはい、でね、ここに次に入っていきたいんで、一、はい、回内側に入って、一回入って巻いときますか。ええ、巻いて、ここで、ええ、そうですね。ここっていうわけではなく、一回巻いた方がいい。内側に巻いて、はい、じゃあ一回巻きまして、でここですね。次ね、ここに入ってくるんですね。はいはい。もっと開けた方がいい。いや、とりあえずいいですか、うん、これで、じゃあここの背に、はい、背に、はい、当てました。でも結構この隙間、はい、隙間がないんで、それだとね、1本になっちゃうかもしれないですね、うん、じゃあ1本で入れる、1本で、手で、つもりで、で、何が邪魔で曲がらないなんですね。そうそうそう、ここもありますもんね。きつめにやった方がいいんですか。ああ、そこはもう幹のところはきつめでいいですね。この間に入れちゃう、間に入れてですね、で、ここですか。そうですね。通常は、はい、ちょっと隙間を開けるなんて言いますけども、ああ、もうこれは しっかり巻いちゃっていいですね。畳み込みの場合は、ちょっと動いちゃうんですよね、針金、はい、ちょっと向けちゃった、向けちゃった、これの程度は大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、はい、でも、かかってる、位置としてはいいですね。はい、だからこれ1本ですね。はい、じゃあこのままかけて、はい、上まで行っちゃう。はい、はい、じゃあここですね、この時期だからちょっと向けるかもしれないですね、うん、これ短かったな先生短かったですね。全然短かった、全然短かったですね。ひるまさん、こっちちょっと、いいですね、こっちに行っちゃっていいんですか先生、変わった、先生変わった、これで、あ、そこでいいです、あ、これでいいと思います。これ多分下げ、はい、下げたいんで、三島先生、いや、三島先生行ったですね、三島先生、いや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 、まあ、恐れ多いですよ先生、全然足りない全然足りない。ああ、一本で曲がるから一本にしちゃいましょうか。ちょっとやり直しをしましょうか。やり直し。ちょっとやり直しましょう。はい。来ました。なんかいっぱい来たとかありますけど。こちらはこう手前にギュッとこうねじって潰していきますので、これを下げながら前に持ってくると、ちょっとやってみたいと思います。全然ね、いっちゃいますね。一本でこと足りますか。足りちゃいましたね。2.5 ミリですよね。2.5 ミリ。グルッとねじりながら潰していく、やりましたね。これでいいかな。あ、もうできちゃった。あ、え、早い。プレイヤーとか使ってほしかったな。あ、え、カッタイヤーとかラジオペンチじゃなくて、ラジオペンチはだってもう針金の時点で使ってなかったそうかそうか、そこはね、必ずってわけじゃないですか、うん、そうですね、まあでもこんなに力入れなくてもね、曲がっちゃいます、曲がっちゃったんで。黒はね、柔らかいですからね。ちっちゃくなりました、なりましたね、なりましたけど、今これが面白くないんですよね。もう曲げる時ってね、やっぱりこういうのが単調なんですよ。キュッキュッって上下に揃ってるからってことですね。うん、こっち行ってこっち行ってみたいな、うん、そうすると少しこっちを前に出すとか、うん、角度ですね、貴族な感じの。そうなんですね、そうですね、角度を変えると思う、こうして、はい、そうするとこれで、うん、まあなんか不規則にできたかなって感じですね、うんうん、面白そう。で、この辺の面白さと、で、こう葉っぱありますけど、この辺も見えてくると、はい、またね、面白いかなと思いますんで、うん、一瞬ですね、一瞬ですねなんかね、いや、秒殺な感じでしたね。いやいやいや、でも、全然傷んでない、割れてないと思うんで、はい、じゃあ、に対してちょっとやれるかっていう、まずイメージですよね。イメージですね。やっぱり、ここを頂点にして、はい、これを下ろしていきたいんで、はい、下ろしながらその先をどう変化するかですね、うんうんうん、まずはじゃあここを頂点にして、そうですね、折り曲げてみる、折り曲げてみる、もうちょっと押しちゃっていいですか。いいですね、ギュー、ギュー、あ、いいですね、はい、手つきが。あとはここら辺がね、割れないかとかって、あ、見といたほうがいいですね、ここを確認しながら、はい、結構いってますけど、ますよね、いってますね、はい、ちょっとどうでしょう、大丈夫ですか、割れてないかどうか、今さん、はいはい、あ、大丈夫ですね、大丈夫そうです、はい、あ、いいじゃないですか、なんかいいじゃないですかなんか僕のおっしゃりられちゃってる今の言い方が三島さんの言い方ですね。あ、いいですね、このより Z が際立った感じがするんですけど、単調じゃなくなりましたね、単調じゃなくなったことで、あとは、はい、今ここがまっすぐですよね、ここが先が、あ、そうですね、ここがね、いや、見えたんですごく良くなったんですよね、うんうん、ここがまっすぐなんで、はい、うん、一旦ここをこう後ろに向けて、こっちですね、後ろに向けて前に来るとベストですね。わかりました、じゃあまずここが、ここがこれ後ろに来るかどうかですね、うんうん、ここからね、じゃあちょっとそれをやってみたいと思います、じゃあ、はい、後ろに操作してみます。そうですね、お、行った行った、あ、曲がった曲がった、
もう曲がりましたね。おい、あ、大丈夫ですか。あ、ごめんごめん。でかい笛出した。あ、今パクってね。あ、これは昼間さん。多分、うん、カットパスタ。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 慌てないこと。慌てないこと。ありがとうございます。人の大きな声出した。いや、なんかえらいキュッと曲がったから。そう、よくわかりますね。うん、反対からだったですけど。やっちゃいましたね。うん、じゃあ失敗だ。いや、あのね、大丈夫ですか。そう、大丈夫です。いけますか、まだ。あの、もうやめた方がいいですけど。この先端だけこう戻せば、はい。はい。なんでかっていうと、ここが針金かかってるんで、ここで曲げればよかった。で、ここで曲がってるんですけどね、うんうん、ここで少し曲がってるんだけど、さらにここでギュッといっちゃったんで、うん、ここに割れたんですよね。カットパスタ、はい、もう戻せない方がいいですね。戻せない方がいいですね。じゃあもうこれはもう操作しない。そうそうそう、はい、全然塗り込んで、はい、そうですね、はい、はい、ここから先、せっかくこれ、まあ、折れたっていうか曲がったんで、うん、ここから先をこうできるだけ、あと前に持ってきたいんですね、うん、前に持ってきたい、はい、ラジオペンチ。ラジオペンチ。持ってきましょうか。やっとこで。ひるまさん持ってこようか。ああ。ひるま先輩。はいはいはい。じゃあお願いします。お願いします。じゃじゃん。あ、そういうのいらない？いいですね。入れますね。絶賛販売中の。はい、絶賛販売中の。見てください。フライヤーです。フライヤーです。はいはい。使え。ごめんなさい。使えって話ですけど。で、せっかく今言ったようにここを割れて後ろに反ってるんで、手前に持ってきたときにまっすぐなったように。ここを押さえながらですね。押さえながら、はい、押さえながらで前に向けたいってことですね。そうですね。割れたところが動かないように動かないですね。で、これちょっと一回巻いてから、で、こっちに。いやー、ラジオペンチ使ってやればよかったな、最初から。上下の動きも欲しいんで、上げますかね、上にね、はい、少しね。後ろから見ても結構いい。ね、いい感じですよね。そうですね。僕から言わせてもらえると、はい、ひるまさんの木はいいんですけど、はい、この木先に針金かけておいてもよかったんじゃないですか。枝ね、もう一本ね、枝ね、あ、枝ね、そうですね、今枝操作かけるの大変ですよね。大変ですね。まあ、とりあえずこのままでやんないで、うん、それで、さっきカン抜きとかいろいろ言ってましたけど、うん、これで下向いちゃったじゃないですか、うんうん、これが、うんうん、なんでこれはいらなくなってくると思うんですね。で、多分これを取るともうほぼほぼなんとなくこう姿ができてるよ、できてる、見えてると思いますね、うん、はい、では、はい、下向きの、はい、下向きのもうここからいっちゃっていいですね。そうですね、取りました、はい、スッキリ、スッキリしましたね、うん、あー、綺麗、いいですよね、いいですね。そうすると、一つは多分これが今頭になってくると思うんで、うんうん、まあここら辺はとりあえず枝つけておいていいと思いますけど、うん、でこの辺でこうね、差し枝になってきて、うんうんうん、これでこうちょっと裏作ってと裏枝ですね、ね、いうところになってくるとできてきますね。うん、もうまあ針金かけてもいいですし、そうですね、まあかけられない、うん、わけじゃないですね。わけじゃなさそう、ほぼほぼいい感じなんで、うん、いいですね。この根毛がすごいから、そうですね。でこの根毛があってここのあの返しがあるんで、そしてここに収まった感じ、収まった感じがね、ありますよね。野種に飛んでるようなイメージがありますね。将来これ取っちゃってもいいかもしれないですね。そうするともう少し幹と根がはっきり見えて、うん、これだけで作ってもいいし、これはちょっとうるさくなるかもしれないですね。うるさくなったらじゃあ切っていい、うんうん、いいですね、はい、ということで、ね、ありがとうございました。私のはこれは自分じゃできないしたんだけど、こっちの方が自然味がありますね、なんかね、うん、どう締めますかこれ。結構あっさり終わっちゃったな。あっさり終わっちゃった。これね、一応これ持ってきたんだけど、あ、いいですね、やりましょうよこれ。やりましょう。これ根の松がま、これ根の松がま、ね、マジでこのレベルの鉢がいいですか。いや、なんでもいい。本当はデイバチがいいんですけど、デイバチなくてこれに入れますよ、このレベル。いや、だからなんでもいいです。これ入ったらまた入ったらね、うん、いいじゃないですかね、これね、うん、自分で言うのも主でのこのレベルの小さいのあるんで、うん、ちょっとね、全部大きいのしかない。これじゃダメ、これダメですか。そうね、でかいんで、でかい、これよりこれだよね、このサイズで。あ、そうです。これよりちょっとでかい。うちに1個あります。じゃちょっと急いで取ってくる。いい、でかいなぁ。締めますか。はい、今日この後まだやります、これを。他の木も。あ、そしたら今度一人でやってみたみたいな。これは頑張りますよ。これはちょっと植え替えますね。植え替えますか。ひろまさんは植え替え、ちょうどいい鉢があったので植え替えると。そうですね。で、はい、三島さんは残りの木を芽切りとかして
畳んでみると。畳んでみるいいじゃないですかね。このセンスが出るかっていうね。ちょっといいから、まあ、じゃあちょっとやってみますよ。木選びのセンスがね、まずいいことやってみますよ。あの木選んでんですから。そうそうそう、うん、あ、置いてきちゃった。置いてきちゃった。じゃあちょっと植え替えちゃいますね。植え替えはまあ別にいつもと一緒なんで、うん、終わった感じで。あっちは根の松釜。根の松釜で、ちょっとこれ面白くて、うん、なんかフェスかなんかで買ったんですよね。はいはい、ただ、下が丸いんでね、これだったらいいんだけど、針金入れたりなんかすると、ダメなんで、下手すと止められないかもしれないですね。確かに。もしくは、こうしといて止めてみますか。いつもやんないんだけど。それでも針金出ますもんね。出ますよね。ただ、三河さんの残りの木、曲げれるかな、これ。ちょっと自信ないっす。曲げる、まあ、曲がんないちょっとね、曲がんないかもしれない。これはね、ここ曲げるだけでいいと思うんでね。うん、だけど、あの、角だけ使う。角だけやって。ここだけってことですね。うん、あと下はちょっとどうなるかね、一回掃除して、うん、ちょっといらない枝抜いてみないと、ね、こんだけ曲げてね、目切りして植え替えまでしちゃうっていうのはちょっとやりすぎなんだけど、動画的に。とか言ってていうか、それが切るぐらいの安価な値段で出てますと、2800円のところを盆栽球を見たというと2500円になるっていう悪いでしょぐらいのね、ぐらいの安価な木だって。2500円ぐらいだって、これ2500円だったらね、いいですよね、売ってたら。まではやらない方がいいかな。やらない方がいいかもしれないですね。だいぶリスキーですね。目切りしちゃったからって感じ、そうですね。でも緑切ったから根が切れるみたいな話もあるじゃないですか。まあ、それもありますね、根が切れるね、うん、まあただやっぱり根を出させるために下は元気じゃないとね。芽を出せるためにはやっぱり木が元気なんで、 そんなに根は切れない、最終的には、うん。この内側のやつ、この芽が内側入っちゃったんで、これは取っちゃいます。んで、これをね、本当は押さえたいんですけど、うん、まあちょっと、裏、うん、裏でね、こうやって押さえて、裏で作りたいんですけど、とりあえず一回元気つけたいんで、このままで、うん、はい、これができるとということですね、こんな感じですね。鉢に入れるとやっぱ違いますね。そうですね、うん、あとは、これはカンちゃんとゼンちゃんに、はい、水やりはもう託すと、はい、いうことで、だ一つは黒松でも、まあ、三島さんもね、すごくいい形になって、うん、これぐらいやっても全然割れてないし、うんうん、あ、割れましたけどね。一箇所はね、あれですけど、ここら辺の肝心なところはね、うん、割れてないんで、黒松はね、やっぱり柔らかいから、結構、まあ、大丈夫ですね、曲げてもね。曲げやすいですね。タミコミをやってみた。やってみた。はい、どうでした、今日。いや、まあ、ここを折り曲げてここに持ってくるっていう、やっぱりそういう構想を立てるって、やっぱりまだ初等科の私じゃできないから、それをちょっと教えていただいて、あ、やっぱりこういう風になるんだっていうのを体験できたっていうのはすごくね、いい勉強になりましたね。考え方ですね、大事だね。ただ素材を選んだのは三島さんですからね。そうそうそう、うん、それはあるんです。さすが、さすが、うん、ありがとうございます。ここがどんどん出てきますね。ぜひとんでもない、はい、ありがとうございます。というわけで、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。おまけで三島さんの方が作る、はい、あ、じゃあこれを綺麗にしたのを、はい、あの 見せていただいて、はい、見せると、はい、やっぱりこの昼間さんのお手本が強烈すぎちゃって、うん、やっぱりね、ちょっと同じような形にしか持っていけなかったですね、うん、構想が出てこない。さっきやってたやつがこっち。そうです、はい、これは、あ、逆だ、こうですね、向きね、ここを畳んだんですかね。そうですね、引っ張ってみました、導線で、はい、なので、まあ一応立ち気味の木を、まあ結構曲げられちゃったんで、これの反対版みたいな感じで作ってみました。なるほど、はい。三つ目は、三つ目はちょっとあの根毛が面白い木だったので、もうこのまま針金を緩くかけてぐしゃぐしゃっと畳んでみました。なるほど。でそのままあの枝が3本配置されてたので、斜めにこう、スライダーのように降りていくような枝作りというか、はい、そんな感じでちょっと作ってみたんです。どうでしょう。なんかさっき言って、はい、こうキュッてやった時に、はい、どこだっけ、どっか、あ、こことここがね、そうそうそう、同じだねっていう、まっすぐですよっていうところを
まあ、ここを潰してここを立てたことによって、うん、全然ちょっと変えてみました。違和感なかった、はい、あの時違和感ちょっとあったけど、はい、全然違和感なかった。でちょっとこの、まあ、あの値上がりって結構自由度が高いと思ってるんですよ個人的には、うんうんうん、そのあんまり樹形の枠に縛られない、はい、なんで、まあ、これからねせっかく盆栽球出していただいたんで、はいはい、皆さんと、はい、レッツメイクアニュー盆栽やっていきたいなって思ってます。あ、新しい盆栽を始めよう。みんなで緑の革命起こしましょう。どうでしょう、こんな感じで。ありがとうございます。緑の革命起こしましょう。ありがとうございます。こんな感じで。どうですか先生。いいじゃないですか。車先輩どうでしょう。いや、いいじゃないですか。緑の革命起こせそうですか。いや、いいじゃない。やるしかないです、ね。やるしかない。何を覚えてください。このチャンネルがいいと思いましたら、チャンネル登録を皆さんよろしくお願いします。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。Let's make a new bonsai。これであのエンドロール出る。今出てます。お願いします。はい、ありがとうございました。